クリストファー・ブライアン・ジョンソンは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク軍、レイクランド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・エンゼルス参加所属。2009年のココアビーチ高等学校在籍時、MLB ドラフト27巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、契約しなかった。2010年に、フロリダ大学在籍時、 日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会にはアメリカ合衆国代表として参加した。なお、大学時代は保守のマイクズ・ニーノとチームメイトであり、またルームメイトでもあった。2012年の MLB ドラフト一巡目でボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加 A-9 ローウェル・スピナーズでプロデビューを果たすと、 4試合に先発登板して、防御率0.00、ホイップ0.53を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックス、A 級、グリーンビルドライブ、A 級セーラム・レッドソックスの3球団に所属。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスと、A 級セーラムでは、各2試合に先発登板、グリーンビルでは15試合に先発登板、 3チーム計19試合に先発登板して2勝6敗、防御率2.54、35死八84、脱三振、ホイップ1.12という成績を残した。2014年は4月末まで A 級セーラムに所属して5試合の先発登板で3勝1敗、防御率3.86、ホイップ1.17を記録。その後、 AAQ ポートランドシードックスに昇格すると、ここでは20試合の先発登板で10勝2敗、防御率1.75、ホイップ0.93を記録、マイナーながら、キャリア初の2桁勝利を挙げた。2015年7月11日、クレーバックホルツの故障者リスト入りに伴い、メジャー昇格を果たした。その後、七月十一日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビューし、 この試合では4.1回を3安打4失点という投球内容で敗戦投手となった。なお、同年マイナーではトリプル A 級ポータケットのみに所属し、18試合の先発登板で防御率2.53一つの完封勝利を含む9勝6敗、ホイップ1.10という成績を記録した。二千十六年はルーキー級ガルフコーストリーグレッドソックス。 A-9、ローウェル、トリプル A 級ポータケットの3球団で、計19試合に先発登板し、防御率3.605勝7敗、ホイップ1.35の成績を残した。この年、メジャーでの登板機会はなかった。2017年は、4月18日のトロントブルージェイズ戦で、先発登板すると、5.0イニングを7アンダ3。 死急六奪三振四失点という投球内容でメジャー初勝利を挙げたが、その夜にトリプル A 級ポータケットに降格した。その後、再昇格すると5月27日のシアトルマリナーズ戦で2勝目となる完封勝利を挙げた。しかし、故障者リストから復帰するデビットプライスをアクティブロースターに入れるため、試合後マイナー降格となった。その後、 さらに3試合に先発登板し、シーズントータルでは5試合で2勝0敗、防御率4.33、ホイップ1.48という成績を記録した。同年マイナーでは、A-9 ローウェルで1試合、トリプル A 級ポータケットで17試合の、計18試合に先発登板して3勝4敗、防御率3.10、ホイップ1.23という成績をマーク。 マイナーでの通算登板試合数が100を超えた。2018年のスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで15.2回を投げ防御率1.72を残したため、新監督のアレックス・コーラにシーズンの開幕から5戦目の試合に先発登板することを指名された。4月2日にマイアミ・マーリンズ戦で勝利を挙げた。その後チームの中継ぎが少ないため、ブルペンに移動となる。 6月中旬までに20投板で32.1回を投げ、1勝2敗、防御率4.73を残した。6月26日にスティーブン・ライトが故障者リストに入ったため、ロサンゼルス・エンゼルス戦に先発することになる。4回を投げ、3安打1失点を許し、勝敗はつかなかった。7月3日に先発投板を果たしたが、また勝敗はつかなかった。 7月15日に左腰の炎症のため故障者リストに入った。2018年の成績としては38登板で99.1回を投げ4勝5敗、防御率4.17を残した。またポーストシーズンのロースターには入らなかった。2019年は先発7試合を含む21試合に登板した。11月27日にマイナー契約で、 トリプル A 級ポータケットへ配属された。2020年8月10日に自由契約となった。2021年5月31日に、独立リーグアメリカンアソシエーションのミルウォーキーミルクメンと契約し、2試合に登板したが、6月22日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。投球術のうまさに定評があり、特に決め球のカーブの評価が高い。 ありがとうございます。